ロバンは。デカキャラバン。デカキャラバン。このコーナー内容を聞かされてません。ぶつけてやってます。新企画。新企画。リアルガチでやってみたー。はい、イエス。のカルボデスマッチでーす。リラックス。おしゃれー。ありがとう。今回リアルガチでやってみた、うん、今日のお題見ていきましょうか。ドン。ドライキャラパキ発掘。キャラパキ？キャラパキっていうのはおかしいでしょ。キャラパキ。はい。来ました。キャラパキはやっぱりそうだ。板チョコをパキパキ割って、はい、化石のように埋まった恐竜やキャラクターを掘り出す大人気のお菓子です。見たことあります。おー、これか。やっぱりそうだ。結構大人気で、なかなか、スーパーとかで売り切れてたりするような人気のお菓子なんですけど、おー、こんな、うん、ちょっと中に人を入れてキャラパキ、うん、これをパキパキ周りを割って、はい、あ、なるほどね。この恐竜のところを取り出すってわけですね。恐竜って、まあ、もうちょっと大きいじゃないですか。確かに大きいですね。ということで、今日は大きいのを作っていこうという企画です。大きいキャラパキを作ると。で、最後発掘するところも。ああ、いい。おめでとう、おめでとう。作って自分で発掘するの。そう。ある意味ちょっと熱造。チョコ100枚用意しました。チョコフォー。すげえ、めっちゃ。まずは、下絵から描いていきたいかなと。はいはい。恐竜の。これとちょっと比べてもらえるとかなり10個10倍以上。うわ、全然違う。このサイズに合わせてまずはこの中に入る恐竜のイメージをちょっと絵に描いていってもらおう。このトリケラトプスでもいいんですか。いいですよ。どうしようか。恐竜何が好き。スピノサウルスが好き。トリケラプテラジェノスピノが好きだから。じゃあスピノサウルスにしよう。しましょうか。スピノサウルスにします。やった。まずはまあ形ですね。あとで装飾はちょっとまた別でしたりするので。それでは兄貴、私の方はチョコを溶かしていきまーす。熱々のお湯があるのでここにチョコを割ってどんどんパキパキ入れて湯煎で溶かしていきます。よっしゃ、できた。どうどうどう。ナイス恐竜。オスピノサウルス、うん、そしたら次の工程いきましょうか。はい。じゃあ兄貴さん、チョコも一旦こっちで預かりましょう。絵を乗せちゃってください。はい、はい、ペロテープとかでちょっと固定しましょうか。はいはい、はいはい、固定し終わったら、はい、その上に今度はピタッとラップを。オッケー、ラップ。これでオッケー。まあまあチョコ流し込むんで、うん、全体上は下にこぼれないようになっていれば大丈夫です。下に、ここはちょっと心配だな。できました。絵も見えるしね、これならオッケーね。そしたら次、アニキューさんの右手のところに、はい、こちらね、小麦粘土といって、ほう、小麦粉と水を合わせて作った粘土なんですよ。へー、食べられる。食べられる粘土。恐竜の輪郭をそれでうまく粘土で作っていきたい。うん、ああ、楽しそう。なるほどね。いいね。で、中に恐竜となる部分のチョコを流し込む。小麦粘土。で、この線に沿ってってことですか。線に沿っていく。こういうことですね。うん。もうちょっと大きい方がいい。要は壁にしたいんで。なるほど。じゃあ、このやり方じゃダメじゃん。いや、兄貴さんが結構さっきガンガン。デスマッチ、うん、ちょっとミスった。何を。うわ、なんだこれ。ちょっとお湯が入ってボソボソになっちゃって、うん、でこのままだと出来上がりがね、あんま良くならないらしい。もう一回だけこれ作り直すんで、もうちょい待ってください。ほい、大成功。こっちはできた。 OK、 OK、 流し込んでみるよ。流し込んでいきます。あ、すげえ、綺麗に湯煎しよう、うん。これこっちに、こっちに行け。ああ、もうちょっと力強すぎないですか。ここ狭いな。じゃあ俺やります、俺やります。せっかく作ったのに。ディスられた。これがあと肩が抜けるからね。この状態で軽く冷やして固まると待ちましょう。OK、はい、はい、いい感じ。これも取るんだよね。うん、これ周りを取っていく。肩抜きみたいな感じで。すでにちょっと発掘みたいな。うん、これね、食べれるやつで作ってるからちょっと残っても大丈夫。そうね、うん、ちょっと真上から見てほしい。もうちょっと、ほら、首細っ。ちょっと
面白い顔の恐竜だね。うん、これだとまた恐竜って言っていいのかな。では周りの部分こう入れちゃってくれ。うん、小麦粘土を取り除いて、うん、この周りのチョコの部分入れてきます。じゃあこちらをまた冷やしていきます。はいはい、固まりましたよ。やった、一回外そう。これ外そうか。取れました。このままだと恐竜の骨っぽくないから、うんうん、溝を作ったりして骨っぽくします。お願いします。これこそ発掘作業みたいになってますけどねこっちの方が絶対巨大キャラパキ骨っぽくしました。最後じゃあ目を入れてください。命を吹き込もうか、うん、お願いします。この目に入れてよいしょよいしょ。はい、もうちょい入れます。つぶらない、つぶらない瞳すぎる。おっしゃ完成。オッケー、できたー。よいしょー、巨大キャラパキ出来上がりました。これが普通のねキャラパキ、そしてこっちがデカキャラパキ。デカキャラパキ、いやー、いいですね、なかなか。すでに発掘作業みたいなしたけどね、うん、僕やってないから発掘したいです。そうね、やらせてください。いや、やってください。ありがとうございます。いただきます。はい、パキってくれ。尻の方からパキってくれ。パキってくれよ。綺麗にこの骨を発掘したい。あれ、発掘、発掘めっちゃムニムニしてるすごい溶けちゃった。あーあ、でもパキパキしてないパキパキしてないけどムニムニしてる。うん、な、溶ける前に食べなきゃキャラムニューだもん。 Here we go! Oh yeah! 大胆に行くぞ。なかなか頭のところスピノをいただきます。発掘してくれ。大きい。お、うまくいったぞ。ほら、うまくいった、うまくいったぞ、うまくいった、うまくいった、もうかぶりつく、うまくいってる。あー、うん、うん、うまくいったじゃん。あ、うまくいった、うまくいった。全部やればよかった。あ、でもやっぱりダメだ、ここはダメだ。あー、ダメだ。めっちゃムニムニしてキャラムニューだもん。巨大キャラパキを発掘してみたら、検証結果はキャラムニュになった。キャラムニュ恐竜になっちゃったとでは皆さんもね、チョコ作り楽しんでみてください。さよなら。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画は